いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。はい、今回のセッティング考察シリーズはスタビライザーについて、僕なりにフォルツァシリーズを始めたばかりの人向けに、お話をしてみましょう。で、スタビライザーというのは一般的には車の左右の傾き、つまりロールを減らすためのパーツと言われていることがほとんどです。で、ことスポーツ走行に関して言うならば、ロールはある程度小さい方がいいと思われがちです。で、もちろんね、結果としてロールが小さい車っていうのは荷重移動の時間が短い場合が多いので、ステアリングの応答性もクイックになります。で、荷重移動の量も少ない場合が多いので、高速コーナーでも安定する場合が多いです。ただ気をつけたいのが、ロールを抑えているから速いのではなくて、速く走れる車を作ろうとしたらロールが小さくなったということだと僕は思っています。なので、そのロールがもともと大きい車でスタビライザーを使って無理やりロールを抑えても、必ずしも運動性能が上がるというわけではないと思います。で、お話しするけれども、時として逆効果になってしまうようなこともあるんじゃないかなと思います。で、スタビライザーにおいてのスポーツ走行でのセッティングっていうのは、実は僕にとってね、大変複雑というか分かりにくい部分の一つだと思っています。なので、今回はただこうすればこうなるよっていう結果だけじゃなくてね、結果に至る経緯も合わせてお話します。そこをもし知らない方が知ることで、ね、車や状況が変わってもある程度自分の希望に合わせてセッティングを楽しめることができたらいいなと思っています。はい、ではまずねじれについて初めにお話をしておきましょうね。ある程度硬くて弾力のあるものっていうのは、ねじると元に戻ろうとする反発力が働きます、ね、元の状態形を維持しようとする力。例えば一本の棒、まず棒の真ん中ら辺をこう回転はできるけど位置がずれないようにしっかりと固定しますね。まあ、太めの筒に入れてその筒を固定するようなイメージかな。で、次にこの棒の両端に取っ手をつけて、片方を掴んで棒を中心にギュッと回してみましょう。一瞬だけ棒はねじれるけれど、反発力が生まれて反対側についている取っ手も同じ方向に回ろうとします。回す方向を変えても同じだよね。反対側の取っ手も同じ方向に回ろうとしますね。ねじれと反発、この棒ができている素材や太さ、取っ手の長さなんていうのを変えると、反発する強さ、つまり元に戻ろうとする力の強さも変わってきます。で、この取っ手の端っこにタイヤをつけて、棒の真ん中を車に固定したもの、車のボディに固定したもの、それがスタビライザーと呼ばれるパーツです。すごく簡単に言うとね。ね、棒のねじれを利用して左右のタイヤをできるだけ同じ高さに保とうとする、っていうのがスタビライザーね。 あと関係ないけど、ここら辺が僕にとってパワーポイントの表現の限界です。これ 3D のソフトで書いた方が楽だったかもしれないね。はい、じゃあ実際に車につけた時の動きとして、基本的な部分を見てみましょう。何かの理由で車の片方のサスペンションバネが深く縮んだ時というの、沈み込んだ時、スタビライザーはさっき言ったようにねじれと反発の力によって、もう片方のサスペンションも縮ませることで左右の高低差、車高の差をなくそうとします。例えばコーナーリング中の車の傾き、荷重がかかって沈み込んだ外側のサスペンションに合わせて、内側のサスペンションもキュッと縮ませようとする。つまり内側のタイヤを上に持ち上げる形になって、その分結果ロールが小さくなる。実際はこの絵ほどこうはっきりとしたステップは踏まないけどね。要はスタビライザーの働きによってロールの量が小さくなったということです。
で、これによってどんな効果が期待できるのか、まあもう見えてるけどねっていうのは、本来であればバネを硬くして抑えるべきロールをバネを硬くせずに実現でき、抑えられるということ、うん、で、その結果左右の重心、荷重の安定性が高まります。速度域の高いコーナーとか、こう追い抜きでスッとラインを変える時なんかはスタビライザーを効かせることで荷重移動にブニャンブニャン振り回されることが減ります、うん、なので安定性が上がると言っても大きな間違いではありませんね。 S 字とかクランクの切り返しの時にも違いをで実感できることも多いんじゃないかなと思います。うん、本当にブワブワしなくなるからね。で、緩いコーナーでなんかフラフラするなっていう時はスタビライザーの機器を前後同じバランスで硬くしてみるのもいいかもしれないね。うん、あくまでもバランスは変えちゃダメよ。これは後で説明します。うん、で、難しい部分の一つとしてね、車体のふらつきっていうのはLSD が原因の時もあるのでね、一概にスタビで全部安定するよとは言えないけどね。で、あとは車にもよるんだけれども、空力効果の安定性というのを手に入れることができる車もあります。フォーミュラーカーとか GT カーとか、空力ダウンフォースに頼るところが大きい車っていうのは、いろんなボディの形とかで車の下に上手に空気を流すことでダウンフォースを高めて地面に吸い付くように走っています。こういう車で大きなロールが発生すると、その空気の流れが乱れてしまって期待したダウンフォースが得られなくなることがあります。できる限り斜めにもならず、車高の高さも極端に変わらない方がいい。うん、ね、まあスタビライザーでやってもサスペンションでやってもいいんだけど、そういう車はロールを抑えた方が期待した走りが保てる。うん、まあフォルツァでどこまで空力を再現してるかっていうのは実験もしていないのでね、僕も実感としてあんまりないんだけれども、理論的にはそうなりますね。でね、とはいえスタビライザーの動きが与えるタイヤへの影響っていうのは言うほど思い通りにはいきません。うん、スタビライザーの効果が出にくい場合や思っても見なかった結果というのが出る場合が多々ありますね。まずは効果が出にくい場合、これはちょっと考えればわかるけど、バネの硬さに対してスタビライザーが柔らかすぎる場合、わかりやすいね。スタビライザーは荷重がかかっていない方、コーナーでいうと内側のサスペンションを縮ませようとします。でもサスペンションについているバネは伸ばそうとする、ね、この力のバランスの問題だね。スタビライザーの硬さに比べてバネが強すぎるとスタビライザーの効果が出にくい、負けちゃうんだねバネにね。で、もう一つは車高がそもそも低くてバネもそもそも硬い車、うん、言うてそのスタビライザーをいじくる前からスタビライザーがない状態でも十分にロールが抑えられている、重心も低くて車高も低くてバネも硬い、そういう場合はロール自体がそもそも発生しにくいので、スタビライザーをいじくったところで体感できるほどの効果っていうのは出ない場合があるね。はい、次は予想外の結果が出るときね。これはね、大問題です。内側のタイヤが浮いちゃう、もしくは極めて浮いた状態に近い、要荷重がかかっていない状態になってしまう。うん、車にもよるし走らせ方にもよる、もちろんタイヤのグリップにもよるんだけれども、重心の位置、高さねとか遠心力の強さ、あとはスタビライザーの硬さ、タイヤのグリップの強さっていうもののバランスが良くないと、ちょっと前に見せたね、絵のステップの途中が現実になっちゃう。うん、例えば重心が少し高い車で柔らかめのバネで強めのスタビライザーね、でグリップもちょっと高いとしようよ。で、そういう車で、曲がろうとすると、まずは遠心力で荷重が外側にかかります。で、車は外側にロールを始める、ブニヨンとね。で、外側のバネが縮むと硬いスタビライザーが内側のバネも縮めようとしてタイヤを持ち上げます。で、本来であれば内側のタイヤが持ち上がる分、内側の車高が下がってペタンと重心が下がるんだけれども、そもそも強い力でロールが発生してしまっているので、返ってこないというのかなね。バネに比べてスタビライザーもとっても強いので、内側のタイヤが素早くたくさん持ち上がる。で、
大きくロールしちゃった分、車体に寄ってっちゃった荷重が返ってこない、もしくは返ってくるのに時間がかかるので、結果として内側のタイヤが浮いたような状態になることが本当にあります。うん、結構ありますね。まあスタビライザーのせいで車が横転するってこと自体はほとんどないとは思うんだけれどもね、内側のグリップが使えなくなるので操りづらくなると僕は感じるかな。うん、結果としてグリップはうまく使えないね、本当にね。うん、であとはね、慣れの問題かもしれないんだけれども、スタビライザーの効きが極端だと慣れないうちは思ったより早くバネが縮んでしまうので、なんかね、荷重移動のリズムが変わります。うんね、コーナーを曲がるときにステリングを切っていって、さあじわじわと外側に荷重をかけるぞって思ってると、思いのほか急に車がストンと沈み込んで、あっという間に荷重移動が終わっちゃう。うん、まあこれは感覚的な話なので僕だけかもしれないけどね。うん、はい、一旦基本的な部分の結論です。スタビライザーはロールしようとする車をねじれの力で抑え込んでいます。結果としてロールを小さく抑えてくれますね。バランスが極端に崩れていなければその分、キビキビと走ることができます。うん、でもバランスが崩れると内側のタイヤがほとんど設置できないで、内側のタイヤを上手に使えなくなることがありますね。あるいはスタビライザーの硬さに比べてバネが硬いとつけている効果っていうのを言うのが出にくい場合もあります。はい、ここまでは左右のタイヤの一組一対の時のお話で、実はここから先、今回ね、僕が伝えたいことの主題なんだけれども、ここから先は2対4つのタイヤのことを考えてスタビライザーのお話を続けていきましょう。はい、4つのタイヤ、前1組、後ろ1組の2組のタイヤでスタビライザーの効きのことを考えるとすると、やはり大事なものは前後のバランスですね。スタビライザーは効きが強ければ車のロールを抑え込もうとする、効きが弱ければ抑え込めずに車はロールしようとする。前後のタイヤで全く同じ強さに設定されていれば、車は前後同じだけのロールが発生します。重量配分とかね、いろんな要素があるので、スタビライザーの数値だけを前後ぴったし同じにしてもなかなかそうはならないけどね、厳密にはね。うん、でも前後の効きのバランスを極端に変えていくと、もう少し複雑な結果が出てきてしまいます。うん、順番に考えてみましょうね。はい、絵的には全然つながってないけれども、1台の車だと思ってください。上が進行方向です、車のね。なので上が前のタイヤ、下が後ろのタイヤ。はい、想像力を働かせてみてください。はい、例えば前のスタビライザーがすごい硬くて後ろのスタビライザーがぐにゃぐにゃの状態ね。この状態で右に曲がってみましょうね。コーナーリング中に遠心力が外に働くと車は外側にロールしようとします。まずは前のタイヤ、スタビライザーの効きが強いのでロールをしたいけどそのロールは抑え込まれます。次に後ろのタイヤ、スタビライザーの効きが弱いのでロールし放題、ぐにゃぐにゃと傾こうとします。この状態だけ見るとロールが抑えられた前のタイヤの方が荷重移動が少ないので総合的にグリップが多く使えて、後ろの荷重移動の大きい車、大きいタイヤっていうのはグリップが抜けて後ろのグリップが負ける、要はオーバーステア方向になりそうな気がしない？うん、僕だけ？でもね、実際は逆なんです。うん、前のスタビライザーを硬くすると一般的には車はアンダーステア寄りになります。それはなぜか、ここで大事になってくるのがボディ剛性というのかな、うん、車体の硬さです。で、車のボディの硬さ、ボディ剛性の影響をちょっと見てみよう、ね、この状態で素直にこのまま、要は前のタイヤは小さくロール、後ろのタイヤは大きくロールすると車はねじれます。わかるよね。うん、ひねってる角度が違うからね。うん、だけど車のボディは硬いよね。うん、まあ、多少はねじれるけれども基本的には硬い。硬いということは前のタイヤの状態、ねじれる角度と
後ろのタイヤの状態、ねじれる角度っていうのは完全には両立できません。前と後ろで引っ張り合って2つの中間のどこかで落ち着きます。うん、つまり前のタイヤはロールを抑えたいけれども後ろのタイヤのロールに引っ張られて、そもそも抑え込もうとしたロールよりも傾きます。うん、で後ろのタイヤっていうのはいっぱいいっぱいロールしたいけれども前のタイヤの状態に引っ張られてぐにゃっと本来傾きたい位置よりも少ない角度で安定します。ね、順番に見ていくよ。はい、まずは前のタイヤ。本来であればスタビライザーがガチガチに効いて少しのロールで済むはずです。でも後ろのタイヤはもっともっとロールしようとするので引っ張られて本来よりは大きい角度でロールする。つまり内側のタイヤがまず上に引っ張られる。でタイヤが上に引っ張られてもスタビライザーが効いているのでサスペンションは縮んだまま、あるいはまあ思ったほど伸びない。つまり内側のタイヤが浮いたような状態に近くなって内側のタイヤがグリップが使えなくなりますね。はい、次は後ろのタイヤ。本来であればスタビライザーがグニャグニャなのでたくさんロールしたいね。ロールして内側の車高が高くなった分だけバネが伸びていきたい。でも前のタイヤの少ないロールに引っ張られて思ったほど傾けない。そうなると本来よりも内側の車高が下がった分、つまり本来伸びたかったバネが伸びることができなくなります。そうするとどうなるかというと、もっと伸びたいバネがその分内側のタイヤを地面に押し付けることになる。結果内側にも結構グリップが残りますね。どうかな、伝わってるかな、わかる？車がねじれることによって思った通りのロールが描けないだね、前も後ろもね。じゃあちょっと前後比べてみましょう。スタビライザーが硬い前のタイヤ、ロールをしたくないけど後ろのロールに引っ張られて内側のグリップが上手に使えませんね。今度はスタビライザーが柔らかい後ろのタイヤ、たくさんロールしたいけど前のタイヤに引っ張られて内側のタイヤを地面に押し付けるのでグリップが増えます。結果としてリアのグリップ力がフロントのグリップ力に勝って車の挙動としてはアンダーステア寄りになりますね。つまり前後でスタビライザーの強さのバランスを変えた場合、比較して効きが弱い柔らかい設定の方のタイヤのグリップが増えるというのがまあ一般的ですね。あと打測だけれど、これ実はこの動きはスタビライザーに限った話ではありませんね。ロールっていうのはバネの硬さでも抑えることができます。なので前後のバネの硬さを極端に変えた時も同じ変化が生まれますね。はい、つまりスタビライザーの前後のバランスを変えた時、変える時っていうのはリアよりもフロントの方が硬い場合はアンダーステアよりの挙動に、反対にフロントよりもリアの方が硬い場合っていうのはオーバーステアよりになりますね。まあいつものことだけどね、結果だけ見ると単純だね。うん、はい。じゃあ最後に、実際のフォルツァモータースポーツ7の画面を見てみましょうね。同じ車で同じ左コーナーを曲がった時のグリップの状態のテレメトリーです。で左側の画面というの、画像というのが前のスタビライザーがガチガチの 100% で後ろのスタビライザーがふにゃふにゃの 0% ね。後ろの方が柔らかいのでアンダーステア寄りの設定です。で右側がその逆で前のスタビライザーが、ふにゃふにゃの 0% で後ろのスタビライザーがガチガチの 100%、 前の方が柔らかいのでオーバーステア寄りの設定です。で左側から見ていくよ。内側の前後のタイヤっていうのを見ると明らかにリア側のグリップが大きく残ってるに見えないね。フロントはまあエンジンが乗っかってるから重いのを加味してもそれほど残ってもいない。なるほど、アンダーステアだね。で右側を見てみると同じように内側の前後のタイヤの違いっていうのを見てみるとリアのグリップがほぼなくなってるのがわかるかな。浮いちゃってる状態に近いね。うん、
ね、反対にフロントの内側にはそこそこグリップが残ってる。なるほど、オーバーステアより。ね、さっきお話した通りの結果が出て僕はこの時安心しました。ね、はい、ちょっと長くなりましたがいかがでしょうか。セッティングをこういじったら車の挙動がこう変わるよっていうだけだとね、なんていうのかな、応用が効かないというかね、自分の経験の中でスタビライザーをいじろうって思う時にいい場所と悪い場所の区別がつきにくい気がするので、ね、わざわざ時間を使ってこういう形、僕なりの理解をねお伝えしたつもりです。でも面白いよね、そのスタビライザーってさ、言った通りただの硬い棒なのよ、うん、実際自分でね、昔僕が乗ってた車のスタビライザーの社外品を買った時に、あれこんな単純なもんなのってびっくりした覚えがあるんだけどね。それがここまでいろんな動きをして力の伝達というものを経て挙動にこんな変化を生む、うん、こういう部分、そのいろんなことに疑問を感じた時にね、調べたり調べた結果をもとに実際に試したりして、そうかってなった時のなんというの快感、うん、ね、疑問とか違和感に始まって無知、知らない状態を知、知ってる状態に変えて、知っていることを経験に変えて、経験を技にしていく、うん、こういう楽しさを覚えるとね、決して無知、その知らない状態を恥ずかしいとは思わなくなるね。ワクワクの種だからね。ね、もしこの動画をご覧になられた人の中で誰か一人でもね、知らなかったことを知れて、これからのフォルツァライフを少しでも楽しんでいただくきっかけになったら嬉しいです。はい、また次回、何かのご説明をするときにお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございます。大型犬がお送りしました。みんなまたね、楽しもうね。バイバイ。